戦乱の世を統一した徳川家康が幕府を開いてから300年、日本は異国に門戸を閉ざす独自の繁栄を遂げていた。しかしその太平の陰で戦乱は続いていた。諸国の大名は幕府に厳しく監視され、重い火薬に苦しんでいた。謀反の火種は日本の各地にくすぶっていたのである。黒須藩では来るべき幕府との戦いに備え、山間の村で武器を密造していた。だがその計画は幕府の手で闇から闇へと葬られた。別の武器も作っていた。特殊な兵士、隠し刀である。隠し刀は剣術、忍術にだけ決まった名を持たず、どのような場にも潜入できる。隠し刀は研ぎ師と呼ばれる師範に二人一組で育てられる。二人がそれぞれ動けば自在に攪乱し、一つに結びつけば大きな力となる。隠し刀は強い因縁で結ばれていた。お前たちに新たな任を与える。今アメリカの黒船が横浜沖に怒りを下ろしている。その黒船に忍び込み、船長のペルリが持つ密書を盗み出すのだ。そして隙あらばペルリなる者を殺せ。よいな。うむ、それでこそ隠し刀だ。我らはいつか来るべき黒須藩と徳川めの戦のために存在する。これは判明、失敗は許されぬ。黒船へと向かう覚悟はよいか。参ろう。
この日本こそ誰にも仕留められなかったモビーディックだ。この巨大なクジラに森を突き立てる。死角か。見つけられたのはそれのみよ。我らは二人で一対、それを忘れるな。